こんにちは。黄色のコルダ3フルボイススペシャル、続きをやってまいりましょう。黄色のコルダ3。お、穂積さんからの始まり、久しぶりというか珍しい、初めてかに聞きましたね。さて、今回も、エンディングを見ることができる方の、コンプリートというか鑑賞に時間をいただきたいと思います。清掃学園で見られる方全員見ました。というか、ここまで。あ、残るは天音のお二人ということですね。さあ、取っておきました、この二人を。うん。では、明賀さんから行こうかな。まあ、どちらからでもいいんですけれども、別に順番に気にしてるわけじゃないんですけど、まあ、でも、天宮君ってなんかもう一人の主人公的な感がありましたね、イベント見ると。うん。これだ、スリの中でも。さて、では幼い頃からのライバルである仁王さんの主欲エンドは一体どういうものなのか、全く予想がつきません。楽しみです。気になるのは仁王さん。では行きましょう。ん、いつもと違う。どこからかバイオリンの音色が聞こえてくる。あ、そうか、パーティーに行かないからか。彼が呼ばれているようだな。答えるかどうかは君次第だ。なるほど、パーティーに行かずに呼ばれているところに行けと。そうおっしゃる。どうする。もう選んだからね、走っちゃうよ。もう行ってしまったか。やれやれ、からかう暇くらい与えてくれればいいのに。だが我が友よ、君は正しい。夏の恋は音のように儚く、影のように素早く、夢より短い。なるほど。駆け出さなければ捕まえることなどできないさ。飛び出す青春ですな。さあ、エンディング変わるんでしょうか。変わりませんかね。これは変わんないか。パーティーはパーティーで行われてますよ。全国優勝おめでとう。ゆげ子いないけどね。俺たちも来年頑張るよ。ゆげ子今回はいない世界線だけどね。では仙台に帰るのにいい土産話ができたよ。一生忘れられない思い出になりました。声優さんの掛け持ちもあるんだね、キャラクター。思い出すと楽しいことばかりだった。ではカットします。気がしてくるよね。初めてお前と出会った時、お前は小さく儚く見えた。次にお前の姿を見た時、ステージで輝く姿は太陽よりも眩しく見えた。あれからずっとお前のことを思い出すたびに、身を焼かれるような痛みを感じていた。俺はずっとお前の名を呼び、お前の音を求め、お前に囚われてきた。奇跡などは起こらない。どんなに神に願おうと聞き届けられることなどない。自分の力で手に入れたもの以外は所詮はまやかしだ。そんなことは重々知っている。だがもしも、もしもお前が現れたなら。感謝すればいいのだろう。お前がこうして現れた奇跡を、愛も
そう思う。俺の魂の何もかもをお前に捧げよう。だから奏でてくれないか、お前の愛の挨拶を。いいエンディングですね。いいエンディングですね。明賀さんが落ちた落ちてしまいました。長年のライバルとして目されて、目され続けてきたゆえ子がね、金色のコルダ3、ついに恋に落ちました最後いやー、最後のセリフなかなか印象的でしたね。さあ、それでね、ずっと長年のライバルというか、まあ、ある意味では明賀さんの方がある意味では勝手にずっとライバル視され続けてきたわけですけれども、ずっとね打倒ゆげ子でやってきて、で最終的にはもうこちらも本気で受けて立とうというところで、終わったわけですけれども、あ、いっぱい見たいなこういうのさあ、そんな2人がついに結ばれて、まあ交際をすることになったのでしょう。そのアフター一体どういうことになるのか、妹さんは出てくるんでしょうか、わからないちょっと先にね想像するのもやぼですけど、明賀さんデレデレデレになってたらどうしよう今行きましょう、アフター見ましょう。新学期が始まって間もなく、ある日の放課後。さあ、お、平和な音楽ですね。待ち合わせの場所に見ようが、おっとデートをするつもりだったか、しばらく観察してみようねえ、ミオガさんハラハラしてんのかな、緊張してんのかな、怒ってるのかな、観察してみましょう。何のつもりだ、こそこそと様子を見るような真似をするな、ね、丸汗、ちゃんとね、ちゃんと最初にね最後にね丸ちゃんとね句読点つけてるところがね几帳面ですね。視線の主はここか、さっきでバレたけど、下校時に寄り道など推奨されるべきことじゃない。だいたいどこへ行きたいんだ。え、どこへ行きたい、どこでもいいから一緒にいたい。なるほど、いいね。言われたい、言われたい言葉ランキング、ベスト10に入る、ね。デートがしたい。まあね、あまねに行ってみたい。あまねに行ってみたい、面白いですね。みょうがさんと一緒に、ただ、ね、あまねを支配しているみょうがさんと一緒にあまねに行く。デートがしたい。ああ、いや、その通りなんだけど、ありきたりだな。出れさせるか、ここは。いや、これもいいんですよ。これは普通ルート。普通ルート。まあ、これもまあ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 普通ルートなんですよ。ただ、ここでね、崩しに行くか、この、明賀さんを。ね、崩すのもいいかもしれないですね。これね、言われたらもう、のろけちゃうものね、男は。いいよ、これでいこう。返しに困るようなことを言うな。お、さすが、うん、体勢を保持したまま。俺に行きたいところはないのかだと。お前から誘いをかけておいて俺に丸投げか、いい根性だよかろう、行きつけの店にでも案内してやる。行きつけの店ですって。いらっしゃいませ。
なんか美味しい美味しい料理かなと思ったら違った。ガチでした。なんだ。落胆したような顔をして、どこに行くと思っていたか知らんが、行きつけの店だという言葉に嘘はない。どうやらゆげ子さんも私と同じ気持ちだったようです。俺とお前を結ぶものが音楽であるのならば、ここ以上にふさわしい場所もあるまい。自分と明眼を結ぶのは音楽？確かにその通りだ。うん、そうでしょうね。恋心だと思っていた。そっち方面に一気に行くのもいいでしょうね。結ばれた覚えはない。あえて突き放して明眼さんとの反応を待つ。実に面白いと思います。でもなんかコメントいただいたんですよね。なんかうまくいかないくなる時もたまにあるから注意って言ってたな。これでしょ。それの代表格。いや、皮肉で返そうかなってのも面白いなと思って。いや、もう恋心で結ばれてるのはもう前提としてあえて言っちゃうっていう、明眼さんだったらそれ通じるかなって思うんだけど、ちょっと危険ですね。これやめとこう。じゃあもう一回ちょっと冷静に。確かにその通りだ。そうなんだけど、恋心だと思って。ちょっとからかいすぎだな。うん。ちょっとからかいすぎな印象がちょっとある。ちょっとここ真面目に言った方がいい。バイオリンがなければ、うん、俺とお前は言葉を交わすこともなかっただ。その通りなんだよね。こうして二人並んでいることが今でも不可思議だ。お前とこのような関係になるなど全く想像していなかった。ライバルのはずがね。店の奥へ入ると古いレコードが並んでいる。この間授業で紹介されていたクライスラーのレコードを見つけた。クライスラーさん、オーストリアの作曲家、現代近代かなだって。編曲の人ですって。そのレコードに興味があるのか。同じものが自宅にあるのか。クライスラーの演奏なら、ラフマニノフとの共演を収録したものや、ブレッヒ式の名盤も。いっぱい出てきた。ブレッヒ、オペラ。ラフマニノフはさすがに私も知ってる。この人の、ちょっと話変わるけど、アルルの女、ラフマニノフ式の聞いたことがあって、ものすごくテンポが速くて面白かった。すごい速い。アルルの女を聞きました。あ、バツ押しちゃった。何、バツ押したら。あ、ごめんなさい。もう、バツ押したら終わるのか。ちょっと、急げ。ごめんなさいね。カットしません。バツ押したらこうなる。途中で やめちゃうってことが分かりました。視線の稽古。返しに困る。俺に、お前から先気をかろう。改めて振り返る。いらっしゃいませ。なんだ、どこに行くと、俺とお前を結ぶものが音楽であるのならば。ね、デレデレ見たくないってさっき言いましたけど、崩れませんね。バイオリンがなければ俺とお前こうしてお前とこの失礼しました。ではレコードまで来ました。そのレコードに今日クライスラーの演奏なら、妙画のレコードのラインナップは店のものより充実していそうだ。さすが。物欲しげな顔をするな。よだれが出てくる。否定する。慌てる。怒る。あ、どれもいいね。出てないわよ。あ、もうやめてよ、そういうこと言うの。だな。今は。単なる比喩だ。そう怒ることもなかろう。いいですね。お付き合いしてからもその口調はやっぱさすが、宮川さん、素敵だと思います。レコードを聞きたいのなら、後日家に来るがいい。とはいえ誘われましたよ、お家。今度の日曜。ずいぶん急だな。あさってだ。いや、構わんが、しおりがいない。修学旅行で留守にしているはずだ。二人きりになってしまうのですか。しおりがいないと言われ。
湯気子湯気子、湯気子が止まらない湯気子が止まらない。どうしよう、どうする、手綱は引き締める、手綱引き締めますか、下ね。いないと何か問題が。それはこうすごい。中間取りましょう、中間取りましょう。あい、これはもうあのこのシチュエーションをみょうがさんに委ねましょう、解釈を、うん、丸投げって最初言ったけど、ここはみょうがさんに投げよう。何か問題が。俺と二人だけになる、うん、本当にいいのか。どうして。分かった、好きにしろ、俺もどちらでも構わん。いや、まさかの駆け引きになりましたね。そして日曜日に遊びに行く約束をして妙が別れた。こんな朝早くに来るとは聞いていなかったが、2日後妙が、に対してどうして制服、朝早くにごめん、どうして制服選べなかった、自分でゆえ子に合う服探したけど分かんなくなっちゃった。分かる気持ち。朝から天音に行っていた、お前以上に俺の朝は早い、うん、私の考えが横島でした、ごめんなさい美穂さん、ごめんなさい、仕事、お仕事でしたね。ピアノの奥に書家があるだろう、レコードも CD も DVD もみんなそこだ、勝手に使え。書家を見ようとしてふとテーブルの上のアイスコーヒーが目に入った。んお前も飲むか、うん、野菜ジュースじゃないんですね、うん、お構いなくいただきます。ジュースがいい、いやコーヒー飲みたい、個人的に朝早いもんね、一緒にコーヒー飲まないですかね、恋人とさ朝早くに、まあ、どんな場所であれコーヒー飲むって最高じゃないですか。私は個人的にはそう思います。そんな経験ないな。じゃあゆげ子、私の代わりに体験してくれ。いただきます。ああ、分かった、用意してくれ、待っている。さあ朝のコーヒーです、入れてくれます。何コーヒーでしょう。壁一面の書架にレコードや CD が所狭しと収められている、ね、評価が額野暮な話すごいでしょうね。モンティパイソン、全然違いますね。モンティパイソン好きなんだけど、モンティは知らないな。ドボルザーク、スメタナ、スメタナぐらいは知ってるよレスフィー誰ですか、皆さん知ってますか。グリーグ、ノルウェーの作曲家ですって。メンデルスソン、この人ぐらいですよね知ってるの今の3人。うーん、でも同時代人じゃないか。ありとあらゆる作曲家、指揮者、演奏家の名盤が揃っている。そのライブラリは父から引き継いだものだ、いくら費やせば気が済むと母が冗談交じりにぼやいていたのを覚えている。そこにあるオーディオセットを使って好きなものを聞くといい。寮の貧弱なコンポなどで聞かれては演奏者が泣くだろうからな。レコードの名盤、大丈夫ゆえ子、傷つけないようにちゃんとかけられる。あ、それともあれか、みょうがさんところは自動でやってくれるのかな。ハリー、では俺は仕事に戻る、隣の部屋にいるから何かあれば声をかける。ん？ヘッドホンをしているとはいえこうも間近に寄られて気づかんとは、ずいぶん熱心に聞き入っている。聞いてるんだゆえ子。クライスラー、ラベル、ポンセ、それに1958年ウィーン公演のワルキューレ、なんかすごそう。クライスラー、ラベル、
フランスの作曲家ポンセ、これ太陽ホエールズの助っ人外国人じゃないねメキシコの音楽を開祖と言われてるらしいです。でウィーン公演のワルキューレ58年ウィーン公演のワルキューレってカラヤン、ちょっと分かんないですけど、確かにあれは名盤だ。さすがにセンスはあるな。それにあんなに楽しそうに聴いているのを見ると邪魔をする気もなくなる。おお、ひたすら聴いたのか夜まで。そろそろ帰らんと遅くなる。昼とかどうしたんでしょうね、ご飯。うん、まさか。ノートを持ったまま寝入っている。寝ちゃった。クライスラーの曲はポルタメントの使いどころをよく考えること。うん、勉強してますね、ゆめ子。ラベルの弦楽四重奏の第二楽章は中盤でビブラートを聴かせても綺麗かもしれない。レコードを聴きながらこんなものを書いていたのか。ん？ノートの間に何か挟まっているようだが。こんなものをまだ持っていたのか。おいおい、語らへんの。呆れたものだな。こうも無防備な姿をさらされては愛おしむより他なくなる。こうして腕の中にお前がいる事実が未だに信じられない。抱き上げました。7年前のあの日、俺たちの出会いは決して恵まれたものではなかったはずなのに、お前の言葉、お前の行動、お前の紡ぐ音の一つ一つが俺の中をかき回し大きく乱す。苦痛だった。俺の心の中に土足で踏み込んでこられるようで。かといっていくらお前を忘れようとしたところで一向にかなわない。太陽に引きつけられその周囲を巡る惑星のようなものだ。遠い遥かな距離を経てもなお俺に影響を及ぼし続ける絶対の存在。お前は俺に目を向けることもなく俺の存在に気づくことすらなく、ただ輝き続ける。もはやこの関係性に納得したつもりだったんだ。それなのにこんな手紙をお前はいつまでも持って、お前の中に俺が存在する場所があるのか。俺が思う時間の100万分の1でも俺のことだけを考える時間はあるのか。ミホガの声が聞こえる気がする独り言でしたね、ずっとさあ、いや私も、いやこれで最後まで終わったらちょっと考察しようかなと思ったんですよね。ゆえ子は本当に寝てたのか、寝たふりして聞いてたのか、そもそもミホガさんは喋ってたのか、心の中の声だったのかっていう話をしようと思ったんですけど、解明されましたね。ミョウガさんずっと独り言喋ってました。でそれに対して、あーこれで、ね、変わりますね全然。聞きね、ゆい子は実は全部聞いてって寝たふりするか、
寝たふりする、これはこれ完全に寝ちゃうね、寝たふりするかパチリ起きて、これもまた面白いですよね。あえて聞き入るのもいいですけど、普通の流れはこれですよね。普通はてかどっちも見ればいいんですけどね、最後。まあそれはまあ身も蓋もないから、やっぱ一周目は大事にしたいから考えて、あると答えた方がいいの。いやこれ面白いだな。普通こっちですよ、普通ネタフリですよ。よし、お気を、お気を、うん、意外性でいこう。聞いてたんだよ、バラシちゃん。寝言か。寝言。そうか、分岐はしなかったんですね。分岐しなかった、分かった。じゃあ続きいきましょう。そうだろうな。聞かないでくれ、聞いていても忘れてくれ。おやすみ。身勝手で愛おしき俺の運命の女よ、俺はこの先もお前のために恋を語ることはないだろう。きっとバイオリンの音色だけがこの思いを伝えるから。はい、というね、明賀さんの収録アフターでした。いかがだったでしょうか。いやすごい、最後言いましたね、俺はもう恋を語ることはないと、今後バイオリンの音色で語るんだと。やっぱ他のもうキャラクターごとに違いますね。明賀さんはほんとかっこよかったですね。あのいい意味で、ね、もうサバッとしてましたね。ほんと一本筋が通った男でした、さすがです。では、アルバムを振り返ってまたね終わりたいと思いますが、明賀さんコンプリートしてる。全部じゃ出会いからね、衝撃の出会いでした。俺のシュトルムに触れるな、ダケンが。ダケン言われたよ、びっくりしましたね。この時コンクールだっていうのに緊張感が足りなさすぎるんじゃないか。あ、って言われたんだ。これはあれですね、回想というかリアルタイム、その時の言われたのかな。待ってください、まだ最後の演奏は終わっていない。俺はそこまで哀れに見えるか。さあここから始まるんですね。俺は貴様を許さない。怖い。もう捨て去った過去だ、思い返す理由もない。そう、本当にね、まあ皆さんそうですけどね、ある意味一番辛い、絶対値としては一番辛い過去の持っている人なんですよね。この女に手を出すな。ありましたね。お前が俺の救いの光か。いや、そして妄想のまさかのね、これびっくりしましたね。コメントでもそうですって、ね、いただきましたが、妄想の終わり。いやこのままね、明賀さんが妄想の世界に飲み込まれていくのかとちょっと心配しましたけどね、大丈夫でしたね。気分は悪くないが下すんな。はい、お食事しましたね。気分は悪くないが下すんな。綺麗に食べましたね。おやすみ。身勝手で愛おしき俺の運命の女よ、俺の運命の女、俺のシュトルムに触れるな。いやー、竹が失礼しました。はい、ということで今日は明賀さんをね見ることができました。いやちょっとなかなかね、これは、うん、私ごときが語っていいのかって感じですけれども、まあもう深いって言っておきましょう。
深いと言ってもうその一言だけで、ね、いや面白かったです。この先もねコミカルなみょうがさんがねちょっと妄想タイプのキャラになっていろんなそういうシーンを想像していくっていうパターンも面白いと個人的には思います。でも今回の主役エンドを見てね本堂はそんなことがないっていうことをね確認いたしました。さあでは30分過ぎてしまいましたね、ではみょうがさんエンディング編、ここで終わりにしたいと思います。次回はあなたですということでよろしくお願いします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回よろしくお願いいただければと思います。ではこの辺で失礼いたします。